ラスベガス競馬場に上がる大歓声。光に彩られた直線を駆け抜けて世界最速の座につくのはどの馬か。究極のスピード決戦、ワールドブリーダーズカップスプリント、まずまずのスタートかと思います。さあ先行するのは何か。花を切ったのはベンバウン。外を通って8番マイニング、シャフツベリーアベニュー、ぐーんと上がってまいりました。そのうちにサイレントウィットネス、7番ペイリスト、おーっと一気に行ったチャオとルメール。さあゴール番へ一直線、一番速いサラブレッドはどの馬だ。チャオは4番手といったあたり、先頭サリバンとシャフツベリーアベニュー、チャオ懸命に追う。サイレントウィットネス先頭、チャオ先頭に立った。3番手にタマちゃん、タマちゃん届くのかどうか。内からスルスルとテイクオーバーターゲット、ミルクパラダイスかチャオか、ほとんど同時。